俺には今も昨夜見たもんが信じらんねえよ。沢先生の仇絶対に取るぞ。だろ、タボ。昨日先生の部屋から持ち出した卒アルだけど、つくも君に渡してあるよ。八神さんも後で中見てみたら。八神氏が来るのを待っていました。これからやるべきことを話しましょう。よろしいですかな、八神氏。ああ、始めよう。沢先生は昨日、職員会議中、自宅に空き巣が入ったとの電話で呼び出され、帰宅しています。その後の状況から察するに、電話は RK がマンション管理人の名前を語ったものだったと思われます。そして沢先生は、RK の連中に囚われてしまったのです。だが RK の目的は沢先生じゃなくて桑名を捕まえることって話だったよな。ああ、阿久津も相馬もそう言ってた。だから多分沢先生は桑名をおびき出すために利用されたんだと思う。なんで沢先生が桑名をおびき出す餌になるんだよ。あの二人はどうつながってんだ。それもそうだけど、そもそもなんで RK は桑名さんを追いかけてんの。カムロ町の半グレが偉人町の便利屋をさ。ああ、わからないことだらけだよな。だから俺らが最初にやるべきなのは RK より先に桑名を見つけて話を聞くことだと思う。そもそもあいつは桑名じゃなくて喜多方ってのが本名らしい。RK は逆に桑名って名前を知らなかったみたいだ。結局俺らは偉人町の便利屋ってこと以外に桑名のことを何も分かってないんだよ。ちなみに桑名さんは昨日から連絡がつきません。一応留守電には返事が欲しいと言っておきましたが。あいつが便利屋をやってた事務所の場所は。桑名さんって仕事はスマホ一つで撮ってたみたい。だから名刺にも事務所の住所とか書いてなかったんだよね。そうだ、カイトさん、さっき桑名さんと飲み歩いた店に何件も電話してたでしょ。あの人がどこに住んでたかって。おう、でついさっき分かったんだがよ、どうも桑名のやさは中央通り西にあるプレハブみてえな家らしい。仕事の依頼料が高え割にはえらく汚いとこで寝泊まりしてるんだと。そこまで分かったんなら、うん、まずはそこに行こう。そう来なくっちゃな。つくも、話の続きは後だ。なかなか腰が落ち着きませんな、八神氏は。お、行くか。桑名のねぐらって。ああ、そうらしい。なるほど、潜りの便利屋って感じの家だ。なんだよ、どうした。ドアが壊されてる。バールか何かでこじ開けられたんだ。なるほど、誰かが一足先に来たんだとしたら
RK の連中だろうぜ。今クワナを追ってるのは奴らと俺らだけだ。完全に先を越されたな。仕方ねえ、 RK も頭数だけは揃ってんだ。人海戦術で来られりゃ競り負けることだってある。クワナは多分昨夜からここに戻ってないんだと思う。自分が追われていると気づいてどっかに逃げたはずだ。下手するともう偉人町からも出てったかもしれない。じゃあ俺らはここで何をすりゃいい？あいつの本名は北方ってことだった。だとしたらなんで偽名を使わなきゃいけなかったのか正体が知りたい。そこから沢先生との接点が見えてくるかも。要は桑名の正体を知る手がかりが欲しいってことだな。俺が言いたかったのはまさにそれだよ、カイトさん。これはなんだ、灰皿だ。でもなんか妙だな。何がだ？この部屋の中、食い残し飲み残しが目につくわりに、この灰皿は随分綺麗じゃない？そうか？なんだ？灰皿、確かに綺麗かもしんねえが、それがなんだ？たまたま洗いたてだったんだろ？洗いたてっていうか、しばらく使ってない感じだ。ほら、埃が溜まってるよ。で、それが桑名の正体を知る手がかりになるのか？なるかもしれないし、ならないかもしれない。実はこの部屋、荒らされる前から散らかってたんじゃねえの？タバコだ。これ桑名なのかな？どうだろうな。あいつが吸ってたのは確か電子タバコだ。ああ、そういえば電子タバコだったね。あんまり使ってない灰皿に普段吸わない紙のタバコか。そんなに引っかかるとこか？電子タバコと紙のタバコと両方吸ってるやつなんていくらでもいるぞ。かもね。でも探偵が些細な疑問と好奇心をなくしちゃ真実には近づけない。あれ、このライター、なんだよ。お、 USB メモリだ。そいつをライターに偽装してた。おお、こいつは当たりじゃねえか。わざわざこんな風に隠してたってことは桑名にとってよほど大事なもんだぜ。問題はこの中に入ってるデータだ。パソコンがあればすぐに見れるんだけどな。よし、そうと決まったらつくもんとこに戻ろうぜ。
すっかり暗くなっちまったな。あ？なんだよ、タバオ。お出迎えが来てる。あ？もしかして、RK か？ああ。クワナを追いかけてんのは、RK か俺らくらいなんだろ？ソーマとアクスがいねえ。ちっ、こいつら下っ端だぞ。よかったじゃん。もしソーマがここにいたら、俺は自分を止められる自信がないよ。ああ、俺もだ。お前らの中に話のできる奴はいるか？ソーマと阿久津はどこにいる？俺から死ぬ奴と話すことなんてねえよ。そっか、そっちがそのつもりなら俺らも遠慮なくやれるな。おい、おりゃ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 、また阿久津はどこにいる？あいつらと話をさせろ。こっちからは連絡が取れねえんだ。あの人たちとの連絡はいつも向こうからの一方通行だよ。そんなこったろうと思ったぜ。RK の大半はただの駒でしかねえ。ああ、でももっと言えば多分相馬も現場の駒で誰か黒幕がついてるんだと思う。半グレは金にならない仕事なんてしない。なのにわざわざアウェイの偉人町で殺しまでやってんだ。そっか、つまりでかいスポンサーによほどの条件を出されてるってことか。ああ、そうでもなきゃ相馬たちがこっちで暴れ回る理由がない。じゃあその RK の黒幕ってのは？そいつが誰かは分からないけど、何がしたいかは分かる。なんだよ。クワナを捕まえることだよ。 RK はそれに従ってんだ。そして沢先生はその巻き添えになったんだと思う。そうかい、なるほど。くそ、絶対その黒幕を引きずり出してやる。ああ、俺らがクワナを追いかければいつか勝ち合うはずだ。で、今その手がかりになるのがこいつなのかも。じゃあ早いとこつくもんとこに戻るのが良さそうだな。何なんです？あんたらクワナさんの知り合い？ええ、まあ。そこの倒れてるのは？ただの酔っ払いですよ。目を覚ましたらちゃんと家に帰るはずです。なるほど。そりゃいいや。失礼ですが、クワナをご存知ですよね？
そうね、10年以上隣に住んでるから。桑名さんは便利屋さんだし、うちで何か手が足りない時は手伝ってくれてたよ。お代はうちの日替わり定食でね。実は昨日から桑名と連絡が取れないんです。どこかあいつがよく顔出すところって知りません？そうだな、それなら彼が横浜に来た頃いろいろ世話してくれたっておじさんがいるんだよ。当園の親戚とか言ってたかな。昔屋さんだったけど足洗ってからはずっとバーをやってるんだ。そのおじさんが町の人に桑名さん売り込んであげてた。桑名はここで便利屋始める前は何をしてたんです？どうだろう、普通に会社員とかじゃなかったかな。そういえば聞いたことなかったかも。桑名の桃園ってのはどこでバーをやってるんだい？ああ、それなら清廉って店で、中華街の方だ。2、3回俺も飲みに行ったよ。マスター昔は屋さんでも今は丸くなっていいおじさんだからね。なら俺らもそこに行ってみるかな。次は RK に先を越されたくねえ。急いだ方がいいだろうぜ。お話どうも。お騒がせしました。いや別に言って。出発するか。セイネーン、ここだな。タボ、桑名の桃園ってのがマスターをしてるはずだ。すいません、お邪魔します。またもぬけの殻か。なんか店の中荒れてるね。家探しされたってほどじゃないけど。ああ、慌てて夜逃げした後みてえだ。じゃあここのマスターももうどっかに逃げた。だとしたら勘がいいな。そのうち RK の奴らも桑名を探してここに来るはずだ。出発するか。you
ここ店の名前セイレーンだったよね。あ、ああ、はい、セイレーンですが。相馬、よく避けたな。でも残念、アイスピックは女用なんだ。カイトさん、 RK が何のイニシャルか言ったっけ。カイトさん、レッドナイフ。この野郎。相馬、ここのマスターは鼻が利くらしいな。まんまと逃げられた。なんで沢先生を殺した。まあいろいろ知りすぎちゃったからな、あの先生は。なんだと。お前らもそう、もう捨てておけないとこまで来ちゃった。この間はヘマしたな、俺を殺し損ねた。反省してるよ。阿久津に任せた俺のしくじりだ。そしてお前はここまでだ。そうか、カイトさえいなきゃお前一人わけないよ。カイトより先にお前を刺しとくべきだったかも。くそ、綺麗に脳が揺れたからな。足に来てるだろ。立てるようになるまでちょっと時間がかかる。暴れると痛い時間が長引くぞ。そういえば沢先生の時は一瞬だったな。なんだと。
こんな時に無粋だよな。人の店で何をしてる？あんた、ここのマスター？ああ、桑名君の知らせでお前らが来る前に逃げることができた。俺はもうその店に二度と戻らない。俺らはその桑名さんと話がしたいだけなんです。そんなに怖がらないでくださいよ。若い女性を自宅まで押し入って殺したそうだな。なら70過ぎのジジイはもっと躊躇なく殺すだろう。八神さんに電話を代わってくれ。さもないと殺に通報する。あんたがなんで八神と話したがる？グズグズするな。今110番のダイヤルを押し終わったぞ。お前に用はない。ここのマスターがお前に代われって。悪いけど話は後だ。すぐ店の前に救急車を回してくれないか。相棒が腹を刺された。何？頼む、急いでくれ。はい。ご希望通り、相棒の彼はこれで大丈夫だろう。俺は今あんたを遠くから見てる。探さなくていい。今そこで会うつもりはないんだ。サバイバーというカラオケスナックがあるんだが知ってるか？この街では一番安全な店だ。川沿いのスナック街である。俺はあなたに桑名のことを聞きたくてセイレーンに来ました。でもあなたの方も何か俺に用があるってことですか？あんたが一人で会いに来てくれるならそこで話すよ、八神さん。ただ俺はサバイバーにもそう長いはしない。今から10分以内にあんたが来なければ姿を消して連絡も絶つ。随分急かすんですね。10分のカウントダウンはもう始まっている。スナック街のサバイバーですね。そうだ。すぐに向かいますよ。ではまた後ほど。待たせたな。出してくれ。カムロ町の半グレ集団 RK が追うのは便利屋桑名。星稜高校の英語教師沢陽子とも接点を見つけるべく、八神は桑名の正体を探る。やがて浮上してきたのは桑名を偉人町の人々に仲介したというバーのマスター。彼は誰も知らない桑名の過去を知っているはずだった。俺はあなたに桑名のことを聞きたくてセイレーンに来ました。でもあなたの方も何か俺に用があるってことですか？あんたが一人で会いに来てくれるならそこで話すよ、八神さん。ただ俺はサバイバーにもそう長いはしない。今から10分以内にあんたが来なければ姿を消して連絡も絶つ。